白衣は博士。山梨県立美術館館長、学校法人多摩美術大学理事長、奈良県立橿原考古学研究所所長、石川県立美術館館長、公益財団法人世田谷文化財団理事長、東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。東京大学文学部助手、筑波大学講師。 東京大学文学部教授、東京大学総合研究資料館館長、東京大学文学部学部長、東京大学副学長、国立西洋美術館館長、独立行政法人国立美術館理事長、文化庁長官などを歴任した。関東州出身で西洋美術史や西洋古典考古学を専攻する美術史やである。東京大学名誉教授。 独立行政法人国立美術館理事長、国立西洋美術館館長、文化庁長官を歴任。2017年度から、朝日商船公委員、山梨県立美術館館長。2019年から、学校法人多摩美術大学理事長、柏原考古学研究所所長。2020年9月から、石川県立美術館館長。 2021年6月から、公益財団法人世田谷文化財団理事長。関東州、大連生まれ。1963年東京都立、新宿高等学校卒業。1967年、東京大学文学部美術史学科卒。1969年度、大学院修士課程修了。ローマ大学へ3年間留学。 ポンペイ遺跡の発掘に携わった。2021年11月4日、文化功労者検証式にて、文部科学大臣、末松晋介と1972年博士家庭大学、東大文学部助手、1979年筑波、大学専任講師、1985年、東大文学部考古学研究室助教授、1991年、教授。 東京大学総合研究資料館長、文学部長、副学長を経て、2005年定年退館。この館、京都造形芸術大学客員教授を務める。2005年4月国立西洋美術館長。2008年独立行政法人国立美術管理次長。日本学術会議会員。2013年国際学進院連合副会長。 2013年から2016年まで文部、科学省文化庁長官。2017年山梨県立美術館長。2019年学校法人多摩美術大学理事長、柏原考古学研究所所長。2020年9月石川県立美術館長。2021年6月、公益財団法人世田谷文化財団理事長。1977年。 エウローパの船の家で地中海学会賞受賞。1984年、イタリア、ポルトエンペドクレ賞受賞。1991年、古代都市ローマでマルコポーロ賞、浜田清良賞受賞。1992年同書で文学博士号取得。1993年、皇帝たちのとローマで毎日出版文化賞受賞。 2002年イタリア共和国功績正規主君賞受賞。2006年史持報賞受賞。2007年日本学士院会員。2008年イタリアセベチアテル国際賞受賞。2010年1月の公書誌の儀では、ローマ帝国の物流システムを抗議した。2011年 NHK 放送文化賞受賞。 2017年4月、随宝、重光明を受賞。2017年7月イタリアトルコート、達装賞を受賞。2019年10月イタリアポンペイ氏名誉市民。2021年10月イタリアプレミオー、インテルナツヨナーレディアルケオロジア、アメデオマユリ賞を受賞。2021年11月文化功労者。ありがとうございます。